ア津ロマン号は、ア津鉄道が1999年4月29日より、JR タ見線ア津若松駅ア津線ア津田島駅間を運行するトロッコ列車を使用したイベント列車である。本校では、同一編成を用いて、東武絹川線絹川温泉駅ア津鉄道ア津田島駅間を運行する臨時列車である夢巡り号についても記述する。2011年度までは、 土休日を中心に春、夏、秋シーズンでは1日に往復、冬シーズンでは1日1往復の小里露天望列車編成を用いた臨時列車を夏季の愛称で運行していた。2012年度はダイヤ改正により普通列車とその前後に臨時運行されていた本列車のダイヤが統合されたことから土休日を中心に普通列車のうち春、夏、 秋シーズンでは1日に往復、冬シーズンでは1日1往復を、夏季の愛称とし、小座トロ展望列車で運行していた。また、展望車への乗車については、トロッコ制事件が不要とされていた。2013年3月16日のダイヤ改正からは普通列車と同一ダイヤでの運行を取りやめ、再び臨時列車として運行される。観光客へのサービスとして、阿賀川を渡る。 深沢橋梁、第3大川橋梁、第5大川橋梁の3カ所で一旦停止を行う。また、所定運行日以外には、団体客への当車料の貸し切りも行っている。合津若松駅停車中の合津ロマン号、合津ロマン号また、2012年度以降、上記とは別日程で下記の列車が運転される場合がある。2012年3月25日より、臨時に、 八岸鉄道合図鬼怒川線、東武鉄道鬼怒川線経由で鬼怒川温泉駅への乗り入れを行っている。なお、鬼怒川温泉駅乗り入れ列車は、ゆめぐり号の愛称となり、展望車にはヘッドマークが取り付けられている。なお、ゆめぐり号の運行主体は、八岸鉄道である。秋シーズンに JR 万越再生に乗り入れて、北方駅まで運行する臨時列車が設定される。 この場合の愛称は、北方方面行きが来た、片木楽里号、合津田島方面行きが乗って民米号となる。なお、2012年3月17日のダイヤ改正から2013年3月16日のダイヤ改正までは、定期トロッコ列車は各駅に停車していた。車両は専用編成である、小座トロ展望列車を使用する。当車両は合図田島方より、 トロッコ車、お座敷展望車の2両編成となっている。乗車にはトロッコ整理券が必要となる。2016年5月まで前期車両と編成を組んでいたお座敷車 a t 1 0 3は6月のラストランイベント後、藍津田島駅で生体保存されている。ありがとうございます。